皆さん、こんにちは。ダヌキオのエクセル勉強会にようこそ。シリーズ、失敗に学ぶでは、ダヌキオの失敗の経験の一コマをご紹介しています。今回の失敗は、シリアル値の罠です。それでは早速始めましょう。エクセルの流儀。皆さん、表示形式が標準のセルに、 36コロンと入力して、コントロールキーを押しながら、Enter キーを押すと、Excel は何をしてくれますか ?36 を時間と判断して、36時間をシリアル値に変換して、セルに保存し、H を括弧で囲んだ表示形式を設定してくれます。表示形式を標準に戻すと、セルには、 36時間をシリアル値に変換した1.5が保存されているのが確認できます。これが Excel です。シリアル値については日付と表示形式の動画で詳しく説明しています。シリアル値についてわからない方はそちらの動画を先にご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきますね。 サンプルデータを作ろう。サンプルデータの作り方が不要な方は、サンプルデータを取得するクエリを作る。までスキップしてください。今回のテーマのシリアル値の罠は、Excel に保存されたシリアル値を、PowerQuery for Excel で取得する場合のお話です。まずは、PowerQuery for Excel で取得する。 サンプルデータを作ってみましょう。新規ブックの A1 セルに標準と入力して Enter キーを押して確定してください。A2 セルがアクティブになるので、半角モードにして A2 セルに57と入力して、コントロールキーを押しながら Enter キーを押してください。正しく入力できればアクティブセルは、 A にセルのはずですが、皆さん、A にセルがアクティブになってますかセルの入力方法については、Excel の超基礎の動画で、詳しく説明しています。Excel の超基礎の動画もぜひご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきますね。話を戻しましょう。A にセルがアクティブな状態で、 ホームタブをクリックしてリボンの右側の編集グループにあるフィルをクリックしてください表示されるメニューから連続データの作成をクリックします連続データダイアログが表示されるので範囲から列をクリックして増分値を0.5に変更して 停止値を65に設定してください。すべての設定が完了したら、OK ボタンをクリックしてください。以上の操作で、57で始まる0.5ずつ増える65までの連続データが完成しました。現在のデータ、A1 セルから A18 セルをコピーしたいと思います。やり方はいろいろありますが、 今回はショートカットキーを使いましょう。現在 A2 セルがアクティブセルになっていると思いますので、そのままコントロールキーを押しながら A キーを押してください。アクティブセル領域が選択されますので、続けてコントロールキーを押しながら C キーを押して、アクティブセル領域をコピーします。 B1 セルから C1 セルを選択して、コントロールキーを押しながら、V キーを押して、データをペーストします。B1 セルがアクティブセルになっていると思いますので、B1 セルに時間と入力して、タブキーで確定してください。タブキーで確定すると、アクティブセルが右横のセルに移動するので、 C1 セルがアクティブになります。C1 セルには日時と入力して Enter キーで確定してください。これで3列分のデータが準備できました。データをテーブルに変換したいと思いますので A1 セルを選択してください。Ctrl キーを押しながら T キーを押してください。 テーブルの作成ダイアログが表示されます。テーブルに変換する範囲として、アクティブセル領域が自動的に選択されていますね。また、今回のデータは、1行目がテキストで、2行目以下が数値なので、戦闘業をテーブルの見出しとして使用するにチェックも入っていますね。このままで良いので、OK ボタンをクリックして、 セル範囲をテーブルに変換してください。テーブルデザインタブが選択されていると思うので、テーブル名のテキストボックスをクリックして、TBL データに変更します。次に、時間列のデータ範囲のセル書式を変更したいので、時間列の見出しにかかる位置にマウスカーソルを移動して、 下向きの太い矢印になる位置でクリックしてください。シートの列番号ではなくテーブルの見出しですよ。時間列のデータ範囲が選択されるので、コントロールキーを押しながら数字の1キーを押してください。セルの書式設定ダイアログが表示されるので、分類の選択リストからユーザー定義をクリックします。 種類の下のテキストボックスをクリックして、表示されている G 標準を削除して、角括弧半角小文字の H、角括弧と字、コロン、MM と入力してください。最初にご紹介した24時間以上の時間を表示する書式です。入力が完了したら、OK ボタンをクリックしてください。 日時列のデータも書式を変更したいので、先ほどの手順を参考に。日時列のデータを選択して、セルの書式設定ダイアログを表示してください。セルの書式設定ダイアログの分類から、日付を選択して、種類のリストのスクロールバーを下げて、2012年3月14日13時30分を選択して、 OK ボタンをクリックしてください。これでサンプルデータの準備は完了です。デスクトップに Excel Book ファイル名データで保存してください。Excel のシリアル値には有名なバグがあります。1900年2月には29日はないんです。このバグ、正確には Lotus 1, 2, 3のバグです。Excel は ロータスワンツースリーの完全互換を目指したので、バグもそのまま引き継いだのです。ただ、私たちが1900年の日付を使うことなどないので、普通は問題になりません。今回のサンプルデータは、同じデータが入った3列のデータの、時間列のデータには、 24時間以上を表示可能な表示形式を設定し、日時列には日付と時刻を表示する表示書式を設定したデータです。つまり、セルに入力されている値は同じで、表示形式が違うだけです。それでは、このデータを Power Query for Excel を使って取得してみましょう。作成したサンプルデータのブックは閉じてくださいね。 作成したサンプルデータを取得するクエリを作りましょう。新規ブックを開いてくださいね。データタブをクリックして、データの取得ファイルから、Excel ブックからをクリックします。データの取り込みダイアログで、先ほどデスクトップに保存したデータブックを指定して、インポートをクリックしてください。 ナビゲーターダイアログが表示されるので TBL データテーブルを選択してデータの変換をクリックしてくださいパワークエリーエディターが起動して変更された方のステップまでが追加されましたここでパワークエリーエディターが変換した列の方に注目してください標準列は受信数型が選択されていますね 元のデータが小数点を含む数値なので妥当な選択ですよね。日時列は元のデータが日付時刻の書式設定がされていたのを認識してくれたのでしょうか日付時刻型が選択されています。時間列は元のデータで24時間を超える時間表示が可能な時刻の表示形式を設定してあるのですが それは無視されて、受進数型が設定されています。この時間列の列の型を、パワークエリーエディターが受進数型に設定していることを、素直に聞き入れればよかったんです。試しに、そのまま、シートにテーブルとしてインポートしてみます。皆さんは、やらなくていいですよ。ご覧の通り、 標準列と時間列は同じ表示になっており全く問題ありません。日時列は今回は参考データなので気にしないでください。それでは失敗事例のケースをやってみましょう。皆さんの画面と同じ変更された方のステップの画面です。さて、ここで私は何をしたのでしょうか それは、時間列の元のデータがシリアル値なので、時間列の列の型を、日付、時刻型に変更したのです。時間の列の型は、すでに設定済みなので、列のタイプの変更ダイアログが表示されます。現在のものを、時間のボタンをクリックしてください。今は、テスト用に3列並べてありますが、 実際の失敗事例では時間列だけしかありませんしデータもバラバラですから正しく取得できていないなんて考えもしませんでしたもっとわかりやすくするためにシートにテーブルとしてインポートしてみましょう時間列を日付時刻型にしたのでセルの書式設定も自動で日付時刻が適用されました本来は 時間列にエクセル側で24時間以上の時間が表示できる表示形式を設定して使っているのですが余計ややこしくなるので今回は時間列の表示形式を標準に戻して隣の標準列と比較したいと思いますわかりますか ?1900 年3月1日以降は何も問題ないのですがそれ以前は 元のデータのシリアル値からマイナス1した値が取得されてしまうのです。ここでの問題は24時間以上表示可能な表示形式を設定したシリアル値のエクセルデータをパワークエリーエディターで取得したら列の方は日付時刻型にしてはいけないということです。ちなみにエクセル側で 日付時刻の表示形式を設定した。日時列ですが、パワークエリ e エディターは自動で列の型を日付時刻型に設定しました。こちらも Excel に取得したテーブルの表示形式を標準に戻してみると、このように60と60.5の行が正しく取得されていないことがわかります。 つまり、エクセルのセルに入力されている24時間以上の時間のシリアル値に日付、時刻の表示形式を設定してはいけないということです。こんなことする人はいないとは思いますが念のためパワークエリーエディターには24時間以上の時間を扱うための列の型があります。それが 期間型です。つまり、先ほどの失敗例で、列の型を変更するのであれば、日付、時刻型ではなく、期間型にすればよかったのです。試しにやってみますね。時間列の列の型を変更したいので、時間の横の1.2をクリックします。表示されるメニューから、期間をクリックします。 列タイプの変更ダイアログの現在の物落ち感ボタンをクリックします。いかがでしょうか最初から最後まで正しい時間で取得されています。まとめ失敗から学ぼうまとめ時刻と時間の違いを意識しよう時刻は一日の中のある一点つまり 0時から24時未満のみ。時間はある点からある点までの間隔。24時間以上の時間をシリアル値でセルに保存する場合、表示形式としては、24時間以上の時間が表示可能な表示形式を設定し、パワークエリーエディターの列の型で期間を指定するのが、 正しい方法だと思います。ただ、あえて、表示形式を標準にすることで、データを利用するユーザーが、パワークエリーエディターで、たとえ、日付、時刻を設定しても、問題が発生しないようにするのも、一つの考え方ですね。いかがでしたかお役に立ちましたら、 高評価をよろしくお願いします。また、動画作成の励みになりますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。さあ、始めよう。